岡田梨沙です。今回の動画はこちら、機動戦士 V ガンダムコンティオさんをパチパチしたいと思います。制作会の縛り、色縛りですねが赤だった時きっかけに買った人なんですけども、組みます。作っていきたいと思います。あ、本当です。と、パーツランナーをしていきます。あ、これ背景ですかね。ひよさん説明書は、あ、これだけで作れるみたいです。Aランナー1、2、3、シール、あ、クリアパーツがあります。もしかして台付き、スタンド付き、接着剤は使いません。ランナーロック、はめ合わせ部品を切り、え、すごい、あ、そういうこと、これを初めてだ、わー、すごい、これは知らなかったです。こういうことですよね。こうしてはめ合わせ部品を切り取ります。だいぶショートカットされた気がする。なんとなんとなんと、はい、今回よ、え、もう足か腕らしいところができてる。今回の前回はバルバトスさん作ったんですけど、ガンダムも一応サササッと見てしまって、こう他の作品とごっちゃになってしまってる部分はあるんですけど、でも結構、まあ、ガンダムの作品ってどれもお母さんがすごい亡くなり方したりとかして、ウィンガンダルも結構それが印象的でっていう感じだったんですけど、コンティオさん舞台みたいなのありましたよね。あ、違うかな、よいしょ、パキッ、はめてはめてかなと買った後に思い出しながら、でもちょっと調べようと思って調べたら、なんか名前のことばっかり書いてあって、検索でなんで逆さ読みってなってるんだろうと思ったら、知らなかったんですよ。本当、私結構配信とかツイッターでもコンティオさん買いましたって言ってたんですけど、全然それでも気がつかなくて、はぁっていう感じなことになりますね。逆さまからは読まない方がいいですね。こうシャリッとなってしまったかも。
ルートキツル、はい、そうなんです。とアングル変えてみたよっていう、お家がね、お家だともう映ってはいけないものがたくさん映りそうだから、プラムカフェの時だけかなこの感じは、うん、調べて、他に得た情報はないんかいっていう感じですけど、なんかカニさんっぽいねっていう、カニさんっぽいねって言われてたっていうことは、あ、そんなシーンあったかなっていうのは思ったんですけど、この辺、この子でやった方がいいのかな。あ、でも怖い、パーツ結構重なってるから繊細な子、ケロロちゃんも繊細かもだけど、あーそっか、ここを合わせ目消しするならですよね。考えてなかった、お顔、なんかバッタみたいな顔こんな感じで、この辺も処理していきたい。ガシガシ切ってるけど、ここから、もしかして綺麗に作ろうと思ったこの方法失敗かな、どうなの、もなか合わせ方法しない方が良かったの。わあ、めっちゃ中でも隙間あるよ、どこだろうこれ、肩かな、肩っぽい、肩でしょ、でこれ足でしょ、頭でしょ、友達になりました、少しだけ。こちらはまだほとんど使っていない鉄やすりさん、合わせ目消しの時接着剤硬いからって教えていただいたやつはちゃんとついに工具ポーチに入れるようにはなりました。まだ全然使えてないんですけど、これで次こっちか、右腕を作るので、多分これが腕なんですよね、腕なんですよ、うわ汚い、にょよっ、ん V4 順番に、V なんてあったっけ、 B でしょ、フリアで、あ、これか、フリキャップだよね、でも、あ、でも V ってなってる、へー、腕ブヨブヨなんだ、ほー、これの4番よいしょ、右腕を、あなたは右腕になるのです、下にして、え、こんな感じでいいのかな、なんかすごいスポッすぐ抜けそう、6番いい、これをか、で B の2、これそう、これ配信、クラムカフェの配信の時に言ってた、切るところが分かる、最初ニッパーの扱いが分からなかった時にどこを切ったらいいか本当分からなくて、説明、まあ、パーツの形は見るんですけど、もうこうしたりする考えがなかった、こうなんだろう、いきなりここ切るのかなとか思ってたっていうのが分からなかったよっていうと言いたかったんですけど、あ、いきなり切っちゃった、もうこうか、あれで、よいしょ
こっちか。ミスター、こっち、あ、取ればいいんだ。外そう。いいよ。あ、もう色落としてた。左腕、あなたは左腕だよね。そうか。で、確か根も使ってた気がする。6と9、あ、6と9どっちがどっちか分かんないで、あ、先に B の2番さん、 B の2番さん、これのここに入って、左手、はい、あなたは右手、あなたは左手、こうしとこう、で違いになる。そして足に行きます。足ね、次足、右足、これが足系みたいなので、こう置いとこう。で、B の8と10、いつもより手元が見えることによって、うわ雑とか思われそう。はい、でこの子ね、この子怖いわ。やっぱ綺麗ね、あなた綺麗に切れるわ、本当。飛んでったわ。おお、いい感じ。しく、優しく。で、あの、合うはず。うん、色分けも、そっか、そんな色自体がシンプルだから、シンプル、そんなたくさん色がある子じゃないんだかな。かわいい。今さらですけど、赤というよりかピンクですよね。かわいい。ショッキングピンク、アクリルガッシュの、アクリルガッシュマゼンダピンク、あ、違ったんだっけ、あれメーカーさん、この色が使えるか、ピーチのね、ちょっと余ったピンクがあるので。それでは、はい、足です。ポリキャップ V7 番を2つ使います。切ります。で、刺す、うっ、いてててカチン、縦にして、どこにあるんこれ、ど、うん、できたわ。はい、あなたは右足、あなたは右足。わー、こっちどっち、あ、わかるね、わかるね。ちゃんとパチンって。あ、あ、あ、にきて、変だしそう。ここか、よし、聞け。これでちょっと、入ってるのかな、入ってる。はい、あなたは、左足さん。で、また次の部位の8ね。穴大さんに出る、一緒だよね形。うん、わあすごい。よいしょ。と A の19、次持ってない子かい？こっちか、これかな。はいはい、こっち。うんと、こっか。
ね、右左一生懸命逆になる時があるのが不思議。今回は大丈夫そうだけど、あ、あ、なんか変な折り切ってしまったけど、ごめんね。うん？どうして？どっちも右足？え、これ、あ、うん？でいいのかな？多分大丈夫だよね。え？合ってるのかな？ライン。足。はい、次ボディ。ボディ？ボディ。これがあなたの中心になるのですね。B B の九何と九何と九多分これや。こう、そう、何でしたっけ、外切り何切りがこう交互になっちゃうって、こういうこと、これが正しい切り方なのかな。あ、お、さっきまで意識しなかったやんって言われそうです。よいしょ、でこうか、はい、の中、なんかこういう感じ、ボディー、これを合わせます。はい、で、あとに安シンプルは、そう、いつも苦手な足が先にもうできているというのがだいぶ気が楽だ。 B5 と6、5と6、あ、みたいだ、お尻みたいなところを切って、どんどん散らかっていってるけど、よいしょ、前が、あ、なんかちょっとハートっぽい、かわいい、この子の前が、前に、ん？あ、はいはいはい、前に刺さるか、で、こうか、ん？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 これ、こうか、で、支える、で、後ろに、で合わせる、あ、胴体になってきた。で、いいの10だ、このハートかわいい、よいしょ、次56組みたいけどここは我慢して、ショルダービッグクロー、あ、カニ、カニ部分を作るんだ、カニ部分どこですか、 A の字、おー、すごい、この想定のこのこういう翼みたいなのを、なんか4枚ぐらい同じパーツ作ったりするのいつも苦手なんですけど、もう出来上がってるわ、よかった、カニカニで、シークみたい、猫の耳、めんめ、はい、感じ。誰だ？ 15、もうこの辺も切ってていいかな。わ、嫌な音した。
もうこのこういうところにこれがあるのが苦手だな。完成。クニークニークニークロカニです。お、カルコリア、え、で、これで、おー、好みに応じて好み、あ、はい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 、カニが開いてるのがあるんだ。2パターン。へえ。そう。え、これが手じゃないのか君。ちゃう。肩についてるんか。うん？そういうことやね。あれ？こいつ肩や。だとしての。これ右と左どんがあんのかな。お。え？あ。おお。もういける。うん？クリアパーツ全然切ってないけど、どうなんだな。多分これ武器でしょ。でこう、なんかこれ多分ミサイルポット的な。でライフル。昔切っていいのか切っちゃダメなのか分かんなかった。はいはいはい。これはどこんだろう。これお尻の穴かな。ちゃうわ、シールドをつけない場合のなんかっぽい。これや。んで、はいはい、1。どれがパーツや。あ、これか。パーツは全部。これなんか残った。これ多分使わない。使わないぽい。このパーツってなってないんだけどな。これもでしょ。んで、はい、シール入っていきます。あーからいこう。この向きにす、内側に、なんだ、シールか、ん、なんか分からん。あ、目なんだこいつ、この子の。こんな感じかな、ね、モビルスーツって、え、目で見てたっけ。お、あ、カメラ、え、カメラがあるんだっけ。ちモニターカメラ、うん、あ、あ、取れた。前から油っぽかったかな。シールは後で剥がすかもしれない。ワンモン。手でやろう。あ。い。おう。おう。え。え。おお。これ、これ、こういう顔なのか君。あ、シール貼るときってみんな接着剤使ってんのかな。めっちゃ浮いてくる。こんな感じです。で、いつもこれぐらいか。あと、これ好みで貼るシールでしょ。あ、いい、かわいいじゃん。浮がないよ。ん？あ、いいえ。どっかにあると信じて、もう。
あ、下から上にはめるだけ。この子はあなたどっちの子でした？右でした？どっちでした？はーで、え、こっち左さん、肩すぐ外れそう。そんなことないんかな。重力でいけるんかな。え、左のはず、君は左のはずなんだぜ。ってこと、あ、こういうことか。んで、いや、ん、こうか。で、こうか。あ、ん、今いい感じな流れやった。飛んでいきな、え、はい、入った、肩入ったよ。え、やっぱ肩取れやすくない、あなた。あ、はい、お、うん、あれ、左こうか、こういう感じやったと思う。お、で、先に足はめればよかったかもしれない。ちゃんと、は？あ、ちゃうわ。ん？うん。こういうことやね。よいしょ。こういうことや。ね。うん。お、いいんちゃいますか。あ、あなた結構細いのね。で、これは合ってる。そっか、これ逆になってたよ。両方右足。初めて出会ったタイプやね、あなた。よいしょ。ん？よいしょ。ん？で、肩パッといいな。やっぱり先つけよう。あ！あ！いいよ。ですね。合ってるよね。なんかパーツ、ん？パーツないとかちゃうわな。合ってる。と思うね。そうです。肩これ安すぎでしょう。怖い怖い怖い。なんとかなんとかここまで来た。あ、これなんかドントルーパーさんの時に似てる？触りたくないよ。君はもうあんまり触れないね。で、あ、武器、そうか、これせっかく切ってたやつか、多分ここ、あ、なんと、何持ったすよ。せっかくだから、逆？当てる。こっち違うんかな。あ、でもこっちがいいかな。よっこい、よし。おう、いい感じでよ。多分こんな感じでしょ。あとは前、
斜めに前にして、こいつは武器かな、武器やね。で、うん、風や人なんで、これがここに最初のディスプレイカード、はい、これ何枚か集めるってやつじゃないですね、あくまこれで、はい、宇宙4と、はい、どうでしょう、完成しました。よ、こんな感じ。はい、ということで、ででん、ヴィーガンナムのコンティオさん、ちょっと斜め向いてますけど、完成しました。こんな感じです。肩がカニさんっぽいのですね。キューキット、まあ、まあ、キューキットのようなキューキットさんなんですけど、ちゃんとスタンドもついていて、背景もついていてという感じでした、はい、色が本当赤ではなくピンクでしたね。かわいい。胸のところがハートみたいになっているところがかわいいなと思ったのと、お顔がなかなか愛くるしい感じですね、はい、この子もう一度どんな風に戦っていたのかを逆に先見とけよって話なんですけど、見たくなりました。まあ、こういうパターンもあってもいいのではないでしょうか、はい、こんな感じで今回も最後まで見てくださってありがとうございます。今ね、ちょっとまたコロナ、まあ、クラムカフェは大阪にあるので、もともと自粛要請とか早い段階で言ってたんですが、今日のニュースで全国そういうもう発令されたということなんですけども、積みプラを減らせる機会だと思って、私もこうやって楽しく作っています。今回は以前にコメントでもっと作っているところを見たい、まあ、前のアングルだと見にくかったところもあったと思うんですけど、どういう風な手元をしているのかっていうのは聞かれたことがあったので、ちょっとそこを意識してアングルを変えてみたりしました。そして独り言部分もいつも割とあーうんとかっていうとこ切ってる方なんですけど、今回はなるべく多少はね、飛んでるかもしれないんですけど、切らずに上げているんですが、まあ実際は本当にもうなんかもたもたしながら作っている私の姿を見て、こんなやつでも作ってるんだな、みたいな感じを思っていただけたらなと思います。早く思いっきりね、外で、またこの子たちを、この子で、今日は、のキャットコスプチックレさんも一緒に作ったんですけど、お写真ね撮ったりしたいなと思いまず、ほんと肩の部分怖いなということで、改めまして最後まで見てくださってありがとうございます。よければぜひチャンネル登録などしていただけると、ちょっと励みになるので、あとコメントなどツイッターなどリップなどでお話ししていただけると嬉しいです。それではおつのまこです。